徳宿城は、日立国保古田市に存在した城。平安時代末期頃、徳宿市の初代親御によって築城されたとされている。関武天皇の竜を組む日立大城市一族の鹿島聖御家は、長男の親御を北部の守りとして徳宿に配し、親御は徳宿市を称す。徳宿市は子孫を安房、鎌田、菅野国棟に配し、文明18年まで9代で、 約300年間続く。文明18年5月、水戸城主の江戸的宮城に攻められる。江戸氏が約2000名に対し、徳宿氏は約300名の劣勢の中、同族の大城氏一族の援軍が到着する前に、攻め込まれ、江戸氏に敗れ落城。城主は戦死し、徳宿氏は9代目の道きをもって終焉となった。現在は徳宿城主として、 本丸跡は山林と神社になっており、木造の祠と石祠が建てられている。南の崖上には特殊市自責公費が建てられている。城司の西側の塔の峰と呼ばれる地には特殊城手代々の墓があり、北東約3 3キロメートルの常磐原から最小下にかけての一帯には、合戦城や合戦塚、地流れ窪といった戦いの山上に由来する地名が、 残されている。また、中西城の3、角南東角の杉林の中にこの戦での134の死宮を葬ったという首塚がある。四角は南端最高所で神社境内となっており、その周囲に土塁が残っている。北の2条の空堀は2角の西側に位置し、低い土塁が残され三角がある。鹿島臨海鉄道特殊駅から約1キロメートル。 ありがとうございます。